今日の東京は雲の間から青空が覗きました、はい、先週からの天気を振り返りますと、はい、こちらです、本当曇りや雨の日が多かったですよ ね、はい、さらにこの先もすっきりしない天気になりそうです。今日は気象庁から西日本や東日本では日照の少ない状態が今後1週間くらい続く見込みと発表がありました。明日も広く雨が降りそうです。予想です。明日朝は西日本は雨が降り、四国周辺は発達した雨雲がかかる見通しです。そして山陰から北陸の日中は局地的に激しい雨が降りそうです。また東北や関東でも夜にかけて次第に雨の範囲が広がりそうです。各地で傘が必要になりそうですよね。そうですね。そして今日は南の海上に台風14号が発生しました。まだ予報円が大きく進路が定まっていませんが、東側を通りますと土日に石垣島など先島諸島に接近する可能性があります。早めの備えをお願いしたいですよね。そうですね。強い勢力に発達し暴風域を伴う予報ですので、今後の情報に注意してください。では各地の明日の天気を見ていきます。まずは沖縄から西日本です。局地的には非常に激しい雨が降る予想です。東日本です。傘マークがない東京や静岡も雨が降る可能性があります。北日本です。札幌や仙台の最高気温は22度と今日より低くなる予想です。